偽物の中から本物が生まれることだってある。悪の中にも正義の花が咲く。偽ライダーも悪い奴らばかりじゃないはずだ。その本性は実は優しい奴かもしれない。さあみんなも試してみよう。正義の心は強さだけではないはずだ。